はい、こんにちは、長澤です。今日の動画はミニ四駆は関係ありません。昨日2015年2月22日、山形県の大蔵村肘折温泉というところでですね、こちらの競技に参加してまいりました。それがこちら、地面出し競争ワールドカップ in 肘折ということですね。何のことやらわけのわからない大会ですね。地面出しワールドカップです。世界大会でございます。こちらにね、参加してまいりました。こちらの大会、どういった大会かと言いますと、スノーダンプっていうね、雪を除雪をする、除雪作業をするための道具、ダンプ、スノーダンプあるんですが、こちら2つと、あとはスコップですね。隠すここでも何でもいいんですけど、スコップ4丁で、最大ね6人のチームを作ってですね、積もった雪をただ真下に掘ってって土を出すっていう競技です。一番早く土を出したやつが勝ち。土イコール春なんですけどね、春をめがけてみんな一生懸命真下に掘るっていう競技です。で、何そんなに雪掘るのが、なんでそんな競技になるのっていうとですね、その肘折温泉という場所はですね、日本でも有数の豪雪地帯ということで、今回雪がだいぶ沈んで、浅くはなっていたんですが、それでも、約3メートルですね、細かくはね2メートル80センチぐらい、積もっておりました。真下に掘っていくと大人でもね這い上がるのがやっとっていうかね、ということですね。そちらの様子をねまとめた動画をね、チームの別のメンバーの、ね、方がね動画にまとめて、アップロードしてますんで、そちらのリンクを、貼っておきますんで、そちらね、撮影したのは私の動画もあるんですけども、まあ、素材があるんですけども、そちらの方ねリンク貼っておきますんで、こちらをパソコンの方はね、こちらをクリックするか、スマホの人は説明欄のリンクの方から、見てみてください。全身筋肉痛でございます。はい、ということで、ゆっくり休んで、週末のねミニオクステーションのレースに向けて、まずは天童のローリングパーク中野さんですね、2月28日参加したいと思います。また見てねー。